の。おお、ダンベル入ってます一方。あ、バイクの軽量化は輪行にも役に立つって最近分かりまして。おお、寒い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 。あ、いた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 、すごい。ああ、あったかいですね。寒くない。2個入るね。入りますね。まだまだいけちゃうよ。あ、まだまだいけちゃうよ。使わない、使わないもの入れちゃってください。使わない置きが多くない？何、何で持ってきたの？使わない置き替えっていう。 OK、 よし。お金はもったいないので払わない。テイクフリーってね、ここに入れておきましょうっつって。ディスカバーライドイン宮古島、はい、やってまいりました。ありがとうございます。2023年一発目のディスカバーライドはなんと宮古島、南の島に来ちゃいました。はい、ありがとうございます。家族の皆様ありがとうございます。ということでですね、今回は一泊二日で宮古島ね、がっつりと楽しませていただこうかなと思います。実は僕、宮古島初めてです。沖縄走ったことないのに、まさかのちょっと飛んで宮古島行っちゃったという感じでございます。見てください、この天気最高に気持ちがいいです。今気温18度、短パン、湿度カラッカラの最高の状態だと思います。はい、まあ、宮古島ってどんなとこということで、軽くね、皆さんにせっかくなんでお話しさせていただきます。宮古島はですね、だいたい沖縄から300キロぐらい下の方にあります。で、お隣さんはね、300キロさらに行くと台湾があると。沖縄の那覇と台湾の間にある島でございます。8つの島で構成されていて、一番大きな島が宮古島と言います。はい、ちなみにね、東京からだとね1800キロ、大阪だと1500キロぐらいと、北海道だと2400キロということで、南の果ての果ての果ての日本でございます。はい、今回も2023年パワーアップしたツッチーと一緒にですね、走らせていただきます。どういう風に来たかというと、全泊機能して、なぜなら今日朝6時40分とかのね便で来たんです。到着したのが10時半ぐらい、3時間半ぐらいかけて直行便で来てみました。今日明日走って、明日の夜の便で帰るといったような流れでございます。本日は60キロ、伊良部大橋っていうすっげー有名な橋があると思うんですけども、そこを渡って伊良部島をぐるーっと回って戻るって感じですね。もう時間が11時20分なので、そんなに今日はがっつりじゃない。で、明日しっかりと100キロね、宮古島を走ろうというような感じのプランでございます。今年もですね、ディスカバーライドがっつりとね楽しんで、皆さんにね旅の楽しさをお見せできればなと思って頑張りたいと思います。あ、ちなみにここ空港来たら皆さん必ず寄ってください。こちらパワースポットです。宮古島のね、経営コンサルの偉い社長さんがですね、こうやって寝てたらパッとこの図が思い浮かんだそうです。非常に有名な方だそうです。で、ここ真ん中にすごいパワーが集まるそうなので、皆さん来た時には必ず寄りましょうということで、宿行っちゃいますかね。ツッチーもじゃあよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今年も安全運転でよろしくお願いします。行っちゃいましょう。はい、行きましょう。行ってきます。うわー、最高だ。これはなんて気持ちいいんだ。1月ですよ皆さん。半袖ジャージにビブショーツ、ショーツ、ショーツですよ皆さん。すごすぎー。気持ちいい。このお花がまたいいね、南国感出て。うひゃ、もう気持ちいい。うわー、ここですね。わお、すごいね。片空きの里。わあ。うわあ、これ一つ一つが宿ってことだよね。すごいね。お、シーサーさん。失礼します。お世話になります。ここがフロントだそうですよ。ここがフロント。どうしますか。これから出発するわけですけども。腹が減っては。なんとやら。手はなんとやらですよ。はい。ということで、まずは腹ごしらえだね。そう。昼飯食ってから本番本気出します。じゃあ行きましょう。エビそばでしたっけ。エ
びそば。えびそばね、うん。では、ディスカバーライド宮古島、スタート。本当のスタートかな？でもすぐご飯行っちゃうからな。いつスタートするんだこいつらっていうですね、相変わらずの我々のさ。でもさ、そう、これが一番最良ですよね。だってね、だってみんな到着して飯食わずにいきなり60キロはしんどいじゃん。ちょっと風がまだでも、ま、夏ではないですね、気候は。なんだろう、春始まり、うん、春と夏の本当終わりぐらいな。そうね、そんな感じの気温かな。ちょっとだけひんやりするけど、でもね、気持ちいいね。これ今1月でさ、朝羽田2度だったよ。2度でした。くっそ寒かった。それが見てください、まあこの人も露出してますよ、肌。これが噂のね、エビスープなんですね。こっちがホルモン。両方うまそうだな。ケンタさんはカレーを食べてください。まさかのね。宮古島産車エビ味噌そば、または宮古牛ホルモン。念願のスッチーが食べたい、食べたい、食べたいと言っていたやつですよ。うまそう。いただきます。いただきます。ドラドラ興奮して震えてしまう。これはすごいよ。もうほぼエビ。エビ級水1ぐらいの。マジ？もう濃厚すぎて。これはちょっと一元やばいんじゃない？これこんなん出ちゃったら。すごいね。すごいでしょ。うわ、麺太麺ですね。天空に引き上げてからの。うまっ。いや俺ちょっと、うん、今まで一元だったけどちょっと変わっちゃったかもしれない。俺エビ風呂が入っあったら入りたい。今日のお風呂エビにする。エビ風呂。エビ風呂。コップ1個で置いといてね、飲みながら入れる。違う違う、お風呂のお湯を全部エビこれにする。スープ。久しぶりです、スープまで飲んでしまったの。完食だね。これは本当にうまい。ツッチがどうしてももじゃパンっていうね、パン屋さんに行きたいっていうからさ、ちょっと行きますけどね。いつになったら伊良部島、伊良部島に行けるのか。でもちょっとやっぱり気持ち肌寒いね。だからアームウォーマーあるといいね、この時期は。さあこれから島に向かって走るわけですね、と思うじゃないですか。めっちゃいい匂い。ワンブレイク、ワンブレイク、ワンブレイク。モジャのパンでスポット募集でいただきました。マジありがとうございます。せっかくなんで寄りました。モジャのパンって言うんですけど、店主のあだ名がモジャっていうらしくて、僕と同じあだ名なんですよね。いただきます。ようやく走り始められる感じ。何それ、早く何走りたいプレッシャー。なことないです。わあ、うまいコーヒー。うまい。もうあとは宿に戻るだけです。折り返し線です。ああ、すっげえ。香り香り。うわ。すっごい香り。うわ、もうクラクラする。うわ、最高、本当最高。本当に最高。いや、こんなにテンション高い土珍しいっすよ、皆さん。津屋さん、カスクでしたっけ、ヘルメット。確かに、変えた。あ、ですよね、やっぱ新しいですよね。ありがとう。いやいやいや。やだな、こういう人やだな。アピールがすごいもん。そう、前からそうだった。うわもう、白白でね。そんなに僕の白ヘルに憧れちゃったってことですか。あったく。普段からこんな感じだよ。影響とかされてる。うわ、海がやばいね、めっちゃ綺麗。お、ここじゃん、伊良部大橋。伊良部大橋だ。来ました、やばいね。
すごいね。2015年に完成して 3.5km、 無料で渡れる橋の中では日本一の長さ。はいはいはい、5000人ぐらい住んでんだ。日本人口およそ5000人ほど。ほう、うん、さあ行きましょうか。行きましょう。イラブ大橋、これは贅沢でございますね。やばいね、めちゃくちゃ贅沢。うわー、これはいいわ。手が青いよ。これ晴れてたらもっとすごいだろうけど、晴れてなくてこの色ですからね。ということで、こちら守くんです。宮古島を守る、保山前を守る、まあ、僕はゆるキャラだと思ったらゴリゴリの人間だったって感じですね。だいぶ遠くを見つめてるよ。俺のシフトもう終わってるんだけど、いつになったら次交代いつ来るんだろうっていう感じで遠くを見てるわけね。ここから一周ですね。一周、周囲の大きさはだいたい40キロぐらい。 OK、 で国際下地空港だったかな、もう一個空港がある、空港かな、こんな名前でしたね。まあそういった島でございます。今日はここをぐるっと回って帰るという感じですね。なんかもう信号ないっすね。なんかそういえばだけど、ずーっと走れる。これ気持ちいいよ。速い人だったら一瞬で終わっちゃうね、これね。おっしゃ、じゃあ参りましょう。調理池ってやつですね。何のことかは全くわからないのですが、その時は Google 先生教えて Google 先生。マングローブってやつかな、これが。あ、これマングローブだ ね、 ねえ、なかなか滅多にお目にかからないからね。入ったらさ、痛そうじゃない、これ。痛いと思う。久々だもん、これ。うん、痛っ。じゃんけんで負けた方がさ、投げられたスマホを取りに行くみたいな。最悪の罰ゲームですよ。手に入れたとしても、もう、じゃあじゃあもうめっちゃダメージが。3回まで、相手の電話をかけてあげる。その音を頼りに探すって。やばいな。誰とく？あ、これがもうすでに池なんだ。もうすでにそういうこと。あ、こっちとこっちってことね。なるほどね。すごい。うわ、ちょっと見てみて。うわすごい、青い、なんか深いよね。深いね。深さ45メートル。こっちが45メーター。あ、よりこっちの方がで海と面してる感じ。深いんだ。よー、こんなものできるよな。すごいっすね、秘境に来た感じ。これはいいわ。ちょうど今伊良部大橋、はいはいはい、正反対。ああ、じゃあ島のちょうど反対側にいる。結構やっぱ広いっすね。まあまあ走った気持ちでいたけど、うわ、車が全然ない。空が青い。こっちは曇り。もうすごいね。全然違う、このこっちとこっち。うん。なんかそう考えるとやっぱさ、地図で見ると小さな島に見えるけどさ。うん、うん。電車走るとやっぱ大変。そうね。小さいのは僕たちだったっていう。お前らだ。ちっちゃい島だなと思ったら、私たちが小さかったと。すなわちお前らが悩んでることなんて大したことねえんだぞ。宇宙規模で見たら。はいはいはい、そうね。これで登りは終わりか。お、下りっぽいな。いや、登るね。期待させてくれるやつね。あ、本当だ。やば。あらば、結構しっかり登るやつだね。うわ、くそ、飛び出した。
スーパーハイケイデンス。あ、いやー、やっぱり地元ライダーちげえな。あ、こんにちは。やばい、まだね、シーズンインしてないから体ができてない。はいはいはい、結構やっぱ時間かけるタイプ、仕上げるには。おとつぐらいにこたつから出てきた。それは仕上がらんわ。結構アップダウンがね、なかなか多くて、パンチャータイプだね、これ好きな人は。おー、気持ちいいぞ。ちょっと心拍上がって、ちょっとヒヤリとした風がまた。よだれ出てますよ、大丈夫ですか。いろいろとね、いろいろと緩むわけね。そうよね。滑走路の下、滑走路の真下もこの道が通るから、へえ、飛行機を、なるほどね、飛行機がタイミングが合うと。でも1日1便だから、あれがあれだよ、あの滑走路のあのライト、そうなの、向こう側から降りてくる。すげえ、なんか怖いっすね。ちょっとミスれないね、あの場所に降りなきゃいけないから。うわー、空港沿いの、自転車とか歩行者だけが走れるところですね。あそこからこう来るわけね。今3時10分、離陸するってこと。あと10分後に離陸するという情報を今、あの最新情報を得ました。陸情報、はい、陸情報、な飛んできてくれることを願います。そうね、向こうが行っちゃったあっち行っちゃったね、ちっちゃあれこれ今日広角レンズなんだけどな。結構手前から来ちゃうんですね。手前から行っちゃいましたね。どうしたんですか、自転車なんて持って。この中途半端感。いや確かに、もうちょっとギリギリで俺行くと思ったら、まあまあ、うわお腹がみたいなね、ぶつかるみたいな感じかなと思ったら、意外に、まあまあ、あのだいぶ向こうから上がっちゃいましたね。だいぶ手前から行っちゃう、まあまあいいじゃないですか。でもいいもの見えます。ありがとうございました、貴重な情報。ちょっとイメージとね、若干あれみたいな、だいぶ手前からみたいな。で、なん急ぐんでしたっけ。急ぎます、巻きます、行きます、行きましょう。女子十二学部の PV の撮影場所だった。女子十二学部。わかりますよ。ああ、ててててててて、ありますあります。懐かしい懐かしい。はいはいはい。赤い衣装着たな。あれの PV の撮影場所ですよ。すげえ。数多くの大きな岩が転がっていますが、はい、これは1771年の明和の大津波によって運ばれてきたものと言われています。はあ、なるほど。遠浅っていうのは要はずっと浅いってことですよね。そう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 、ずっと膝ぐらいしか、はいはいはい、あでもいいじゃないですか。だから十二楽坊が演奏できちゃうんだね。そういうことね。楽器も濡れないし。なるほどね。なるほど。ってことは自転車も。ディレイラー塗れないかな。いけるかな。ダメですね。あれ電動だからまずい。まずいまずい。塩ですからね。塩水一撃でアウトですからね。なるほど。わかりました。ということです。見せてください。エースクライムの登り。11足見せちゃうよ。勢いが。うわー、なかなかの登りですよ。いいぞ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 。乳酸が溜まってきてる。おお、いいじゃん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 。減速がめちゃくちゃ良かった。皆さん、あっちの雲相当やばいです。早めに帰りましょう。こっちはめっちゃ晴れてるっていう。
すごいね、ほんとこの島の天気ってのはわからんもんですな。いやすごいよこれは。すごいね、めっちゃ綺麗。やっぱこうね、風を感じれるっていうのは車では味わえないね。車でも綺麗だと思うけど、ちょっとやっぱ視点が微妙に低いのかな。まあ車だとね、このぐらいだもんね。この辺になっちゃうからね。しかも追い風だよこれ。やばいやばいやば、ご褒美じゃないですか。いやー今日はかなり充実したな。ほんとまさか今日ホテルチェックインしてますからね、我々ね、朝で羽田チェックインして、羽田飛んでますから我々今日。はい、戻ってまいりました。おかえりなさい、ただいま。あー、こんばんは。あ、はじめまして。こんばんは、はじめまして。よろしくお願いします、土屋と申します。楽しみにしてました。今日は踊りましたんで、よろしくお願いします。めちゃめちゃいい香り。なんだこの家、実家に帰ってきた香り。完璧じゃない、これ安心感。安心感、ね、じゃあ宿紹介も兼ねてちょっといろいろ見せていきますね。この方たちは誰ですかって思うじゃないですか。アンナご飯。アンナっていうのが、はい、宮古島の方言ですか。そうです、宮古島の方言でお母さん。お母さん、そのお母さんたちが僕たちのために夕飯を作ってくれてると。地元の島の母ちゃんが夕飯を作ってくれる。島の母ちゃんが晩ご飯作ってくれると。そうですよ、そういうサービスがあるということで。最高だよね、それは利用しないといけないよね。今日泊まる宿はこんな感じです。一軒一軒が部屋になってる感じですね。一人1万円ですね。ワクチン接種性証明書を打って2万、なければ3万って感じですね。これ多分いろいろ干せるんでしょうね。でこちらはレッドですね。ここがツッチ、うん、こちら朝のツッチ夜のケンタ、お昼寝の時のケンタのベッドというなっております。はい、でこちらトイレですね。お手洗い見てください。見てこれ、ここないですから。あ、タンクないやつだ。タンクなし、タンクレスのうちのトイレよりもいいやつが入ってますね。さてこちら、はい、洗面台ですね。非常に美しい。アメニティもバッチリですね。ドライヤーも見てください。これほらパナソニックビューティーじゃない、もしかして。ほらやっぱりね、サラッサラサラッサラなの。すっごい、もうケンさんもストレートになっちゃった。僕もやばいでしょ、もうもじゃもじゃでしょ、もうピーンってなりますから。あ、これは何ですか。洗濯機ね、おしゃれ着洗いあるかな。あります。完璧ですね。サイクルジャージ、サイクルジャージね、痛めつけたくない人はこちらで洗って、ね、こちら乾燥機で洗ってください。もちろん込み込みです。はい、お風呂ご案内。ちょ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 、うん、あ、洗濯洗剤あるよ。しかもアタックゼロ。そう、しかもそっち何、これはレノアーの消臭、あれじゃないの、柔軟剤です。柔軟剤も入ってる。120点だね。120点上げちゃいます。いや、ここから150点に上げてきますね。お風呂ご案内します。はい、なんか明るいよね。ねえ、明るいですよ。あれ、今日シャワーだけなのと思うじゃないですか。甘いんです、見てください、ほら、露天風呂完備でございます。どうですか、こちら。はい、今日は星はちょっと見えないだろうけど、天気が良ければ星見えるんじゃないですかと。はい、こんな感じでございます。朝もあるんだ。朝ごはんちょっと用意をしていただいて。うわ、そして残ったのでちょっとご飯はちょっとだけご飯、ね、ありがとうございます。結構明日の朝がっつり食べれるね、これね。しっかり食べていただけください。まあ確かに明日100キロぐらい走るんです、明日、ね、そうですよね。だからちょっとね、いっぱい食べないとね。チャンプルね、野菜チャンプル、野菜チャンプル、豆腐とかいろいろ入ってる。まあ混ぜてやるっていうのをチャンプル、ね、そうですね。いろんなのを混ぜてやるのがチャンプル、ね、炒めるのがチャンプル、はいはいはい、これはそうめんチャンプル、そうめんがメインで、そうめんのチャンプル、はいはい、であとは三枚肉とお刺身と、はい、マグロのお刺身とで、もずくです。これは
母ちゃんたちからのプレゼントです。やったー、おつまみ。ないと思うんだけど、今日もう終わりなんですよ。記憶さんもう最後、これ最後、最後本当に肉取れたので。すごい、いや嬉しい嬉しい。いや最高ですね、これ。本当嬉しいわ。家族で出てくるね。すごい喜んでましたよ。奥さんもほら、あの、売ったりしますでしょ。そう、飲みでできますもんね。飲みたいし。僕らあの子供2人いて、実は、ね、まだちっちゃいんですけど、で、家族全員置いてきてる。置いてきてるって言ってる。もいや、これも家族で今度来ますわ、ここ。また呼びます、そして。松尾さんってね。はい、じゃいただきます。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。気をつけて。はい、ありがとうございました。よし、じゃあ、そうですね、ディスカバーライド in 宮古島初日。非常に濃い一日でした。全行程60キロですね、はい、じゃあまた明日100キロよろしくお願いします。100キロよろしくお願いします。よかった、ありがとうございます。うん、うまいね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これが1万円でしたっけ。18ね、2人で1人9000円で、それは本当はね、4人用なのよ。はい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 、4人で18なの。はいはいはい、1人だいたい4000円ぐらい相当。はいはいはい、だけど今回2人ですっていうことで、うん、量を少し減らしてもらって、うん、その分ちょっとお酒に割り振ってもらって。なるほど、ね、そういうこと、ね、っていうのをお願いした。オプションで明日の朝ごはんに、うん、なんだっけ、おにぎり、スパムスビ、はいはいはい、を作ってもらったので。ガチですよ、手作りスパムスビですよ、皆さん。だってね、うわっ、もうね、増えた瞬間わかる、うん、これご飯足りないっすね、これ。でもね、無限ご飯にする。うん、もうお母さん、うまいこれ。うわ、いやこれ家族連れめっちゃいいと思う、ね、結局外食するとちっちゃい子2人いるともう絶対無理じゃん、まともに食えないから。何よりもさ、もう奥様が何もしなくていいと思う、うん、そうよ、全部ご飯作ってくれてね、で置いといていいんですからね、うん、洗わなくてもいいっていう。いやこれは絶対うち来ますわ。明日は帰りです、100キロね。アーマル飲みすぎて、あの、潰れないように気をつけましょうね。仕上がってるよ、完全に仕上がってるわ。めっちゃうくれー。